Welcome to しゅうちゃん。どうもしゅうです。アルテネオですね。初勝利にはちょっと遠いんですけれども、まあ今回練習としてですね、デッキを自分で作って戦うのが NPC バトルなんですね。それ以外に詰めているっていうのがあって、これはこうやって決められたデッキで戦ってみましょうと、これをしましょうねみたいなルールのもとにそれをやろうっていうようなモードになっているんです。で今回はこの Q をやれば勝ちってことなんですかね。負けないようにしつつこれをセットするのが勝ち条件、勝利条件。あーこいつを使えと。でこいつを出して、相手がっつり溜めてきてますけど、これこうノーセットにして、これでね毎ターン増やせるっていう。これを置けばいいの。ああなるほどね、こうやってそうしやすいように作られてるんですね。これを使ってで LP 増やさなきゃいけないですね。ね、これをアクションで、ここで SP 増やせばいいし、でこいつをこいつを持っていきましょう。でこれでね SP 増やしつつ、とにかく SP を増やしまくると。でしっかりの探求、あ、これいい感じじゃない？で、これで1増やしてって言って、ちょっとそれで場持たせしましょう。え？あー、6ターンだからダメなの？ちくしょう。そっか、ターン制限あったか。6ターン。あ、そう、ちょっと時間かけすぎちゃいましたね。なるほど、ちゃんと詰将棋みたいなもんだね。だから詰めているっていうんだね。詰将棋か。これこっちルートダメなんじゃない？闇ルートだよこれ。自分の位置をこれで、これで1減らして、そうすると発動するか5になる。これだ、まずこれだ。でこれ全部こうぶち込んで、でこれがこのシールドが発動するんで、お互いの SP を5に。よしよしよし、あと9貯めるだけや。ちょっと待って、これは決めの SP、 あ、これどん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 注文させればいいから、オートで減らして OK で、こいつを墓地に送ればいいんだね。自分のユニットから行って墓地へ。これいいんじゃない。でこいつを送ればいいかな。
クローズの時にはならないんだね。そうそう、ここシールド発動。あと2ターンいけるでしょ。いけるいける、いけそういけそう。4ターン目でもこれで、これでも何でも何でも OK。 OK、 これで終了でしょ。あ、11までスタックされるんですね。イエーイ。よっしゃ、これで勝利。あ、これ詰めてる、いいね。こういうなんかコンセプトマッチどんどん追加してほしいっすわ。こっちの方が分かり、考えることが少なくてぜひですね、これもっと増やしてほしいですね。こっからいろいろと覚えてっていくっていうの、詰め将棋も大事ですからね、将棋を覚える上でね。という感じで今回詰めている。そうか、何度に詰めてるって、詰め将棋から来てるってことですね一つ勉強になりました。はい、こんな感じである程度ですね、オープンベータ等正式が控えております。興味ある人はですね、やってみてはいかがでしょうか。ぜひこの作品、製品ですね、チェックしてみてください。よかったらチャンネル登録、高評価お待ちしております。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。また次回シルビチャンネルでお会いしましょう。シルビでした。